ンポン。ごめん、すっごい今更なんですけど、こいつ誰ですか？本当に今更だな。あ、ついに当たっちゃう系、ついにスポット当たっちゃう系妖怪。うついなこいつ。ケイテ、皇帝と天帝の座をかけ争ったと言われる妖怪で、戦いの末に力及ばず、首を切られ、戦いの舞台であった常陽さんに子宮を埋められた。しかし、執念のなせる技か、手を口を目に、人を口に変え、高く思うようにしたまま、戦いを続けたという。また、炎帝神王の進化であったとの伝承もあり、戦の勝敗が決した際の儀礼を神格化した神であったという説もあり、さっきからうるせえなセクハラ妖怪。あ、我神ぞ、敬いあがめたてまつれや、ほら、ライス大盛り持ってこい。権力の振りかざし方が定食屋さん。どうしたんや、葵ちゃん。妖怪、怖い。怖がらんでいいんだよ、お嬢さん。ほら、首もあるよ。俺やったら経典じゃねえだろうがよ。何を乗っけとる。あ、葵はまだまだ子供やな。こんなん何も怖くないや。何をビビッと。お前、ウケる。うるせえな。うわ、なんやあからさまに落ち込んで。いやな、最近出番がなくてな。まあ、そうかもしれんが。前世紀には動画レギュラーとしてグイグイ言わしていたが、なんかいろいろライバルがたくさん出てきちゃって。なんかすまんな。ライバルが無駄に濃くて。やっぱキャラが弱いのか。切実やな。やっぱ父には目じゃなくて鼻だったかな。父は父だろうが、それに、甘いですね。なんだと。出番がないだの。昔はすごかっただの。自分の実力不足を棚に上げて、努力を怠り、過去の成功にあぐらをかいた。その結果が今でしょうが。胸が。痛いぜ。父も泣いておるわ。うるせえな。あなたの努力次第で状況は変わる。父も変わる。うるせえな。この父、大切にしろよ。おーおー。うるせえ。